はい、どうもこんにちは。大宮の降格圏が確定してからもう2週間ぐらい経ったんですけど、大宮サポの皆様いかがお過ごしでしょうか。私は最近冷静になって思うことがあるんです。やっぱ認めたくないよ、なんでこのクラブが落ちなきゃいけないんだよって。でも大宮は負けたんですよ。絶対に負けちゃいけない試合で、何回も。だから来季は J3 なんですよ。それで私は思うんです。 IQ の武田先生も言ってたけど、負けは弱さの証明ですかって。負けイコール弱いではないんじゃないかって。大宮いっぱい負けたから弱く見えるけど、 J2 のレベル上がりすぎて、大宮よりもっと強いチームが20クラブあっただけじゃねって。他が強かっただけで、別に大宮だっていいチームだったんじゃねって。だから大宮の悪かった点だけを言ってくんじゃなくて、良かった点を褒めようってことで、今回は個人的2023大宮アルディージャベストプレイヤートップ10ということで、ランキング形式で個人的に良かったと思う選手を褒めちぎっていきたいと思います。素直に弱いこと認めろよとか、負けたのに選手褒めるとかぬるいだろうって思う方は、この動画の概要欄をぜひ見てみてください。ってことで10位から発表していきます。完全個人的意見なので、推しの選手がいないとか、この人もっと順位上だろうとか、いろいろ意見あると思いますが、そこのところはご理解いただけると幸いです。よかったら皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。第10位、石川俊樹。いやー、かなり良かったです。彼の良さは中盤での寄せの速さとか危機察知能力で、彼がいるかいないかで試合の締まり方が違うんですよ。今シーズンはシーズン途中で怪我で離脱してしまって、試合に出れない期間がかなり長かったので、10位って順位にはなってしまったんですけど、逆に言うと長期離脱をしてるのにランクインしてくるのはすごい。なんなら怪我してる時の方が石川選手のことが恋しくなって、自分の中で彼の評価が上がってたかもしれない。第9位、小島正人。彼もよく頑張りました。やっぱり彼の良さは彼にしかないセンスの高さ。ラストパスでのチャンスメイクだったり、スルスルとボックス内に侵入してくるあの感じ、敵からしたら結構嫌だったんじゃないかな。どうだろう。今シーズンは36試合先発出場と、大宮に戻ってきてから5年経ちましたけど、今シーズンが一番スタメンで出た試合が多くて、本当に大宮の主力選手としてよく頑張りました。拍手。第8位、泉沢仁。彼は今シーズン38試合に出てるんですけど、その中でもなんとスタメンの試合はたった5試合。 J リーグ屈指のスーパーサブっていう異名が私の中でも轟いてる選手なんですけど、彼に何回流れを変えてもらったことか。友人とどっか旅行に行くより彼のドリブル見てた方がワクワクするぐらいには、彼のドリブルにはキレがあって魅力的です。来季も大宮でもっと長い時間泉沢選手のプレーが見たいな。第7位、袴田雄太郎。袴田選手は途中怪我もあって32試合出場にとどまってるんですけど、怪我してない時は絶対的な守備の主力メンバー。守備時の安定感や空中戦の強さはピカイチでかっこいいんですけど、彼の魅力はそれだけじゃなくて、攻撃時の空中戦の強さがすごい。第39節の藤枝戦での土壇場ヘディング2ゴールは言わずもがなで、その他でもヘディングによる落としでのアシストとかもかっこよかったよ。第6位、アンジェロッティ。彼はね、愛が見えた。アンジェロッティは柏レイソルからのレンタル移籍で加入してきて、最初はどんな選手かあんま分かってなかったけど、強引にボールがキープできるところとか、土壇場での決勝弾とか見て、大宮のために胸厚なプレーをしてくれてるのが随所に垣間見えた。献身性も結構あると思ったし、1年を通してかなりチームに貢献してくれたと思う。第5位、茂木力也。いや、本当に良かった。確か累積警告で出場停止になった試合以外は全試合に出てるんじゃないかな。1年を通してすごくたくましかったし、頼もしかった。対人での局面で覇気感じることも多かったし、見てて気合が伝わることが多かった。浦和ユースの出身の彼だけど、彼が流した血と汗と涙にはもう赤みはなく、私にはオレンジ色に輝いて見えたよ。第4位、岡庭俊斗。いや、岡庭なんですよ、やっぱり。今シーズン大宮では唯一の全試合出場。暑さのこもったひたむきなプレーを1年通して見せ続けてくれて、本当に来季も残ってほしい。試合前のアップとか見ててもめちゃくちゃ集中して真面目にやってて、なんでこの選手が J3 に行かなきゃダメなのって感じなので、他
バニアさん、我々と一緒に1年で J2 に戻りましょうね。ここからトップ3の発表です。第3位、室井圭介。素晴らしかった、実に良かった。彼はルーキーでプロ1年目なんですけど、十分やれてたし、今後も期待できる選手ですね。ボールに対する反応がすごく速くて、相手ディフェンスの背後にボールがこぼれると室井なら行ってくれるんじゃないかっていう希望が持てるし、何より前を向く力がすごい。体はあんま大きくないんですけど、背負った状態でボールを受けてターンして前を向くプレーっていうのが結構見られて、違いを見せてくれる選手だなって思った。今後の活躍に期待。第2位、高柳文也。素晴らしかった、実に良かった。彼もルーキーでプロ1年目なんですけど、十分やれてたし、今後も活躍に期待できる選手ですね。シーズン序盤はサイドハーフで出場することが多かったんですけど、シーズン中盤からボランチや中央でプレーする機会が増えて、その辺からすごくいい選手だなって感じるようになりました。ゲームメイクする力が非常に長けてて、めちゃくちゃ走れるし、プレーの判断もすごくいいと思った。最終的にはこのチームの絶対的選手になってたと思う。そして栄えある第1位は、第1位、市原リオン。まあこの動画で1位に選ばれたところで何もないんですけど、おめでとうございます。今シーズン彼は高校生ながらも7月16日の栃木戦でリーグ戦デビューを果たして以降、ずっとこのチームの主力としてチームを支えてきました。対人の能力はもちろん、ボールを下から持ち運ぶ積極的なプレーとかも見られ、本当に高校生かっていうレベルで頼もしくて、高校生ながらリーダーシップを持って大宮のゴールを守り続けていたっていうのは本当にすごい。来年も大宮でプレーしてほしいっていう気持ちがある反面、将来日本代表になってこの国を背負って立つポテンシャルを秘めてるからこそ、むしろもっとレベルの高いクラブに行くことを促したい気持ちもあるよね。彼がどんな道に進んだとしても応援したいし、今後の彼の活躍に期待していきたいです。ってことでランキングは以上。トップ10以外にも褒めたかった選手はたくさんいるけど、動画の尺的にも全部入れると大変なので、今回はここまで。皆さんはこのランキングを見てどう思いましたか？意見があればぜひぜひコメント欄で教えてください。皆さんのランキングも見てみたいです。今回の動画はここでおしまい。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。